行くとしよう。 あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよ、エレン。これから俺たちは断層港湾の小距離索敵陣形を取る。分かっていると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし、 行動が予想できない飛行士に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。 長距離索敵陣形展開。 じゃあな、アルミ。 巨人と出くわしてもちびんなよ。 陣形を保持しつつ目標地点を目指す。巨人はどこにいるかわからん。慎重に進め。シンペ、しっかりついてこいよ。ビビって遅れるんじゃねえぞ。
んなに巨人が出るんだ。数も多くなってきてるぜ。ダク、索敵班は何やってんだよ。こうも巨人に出くわすとは、何か起こっているのか。まさか索敵が機能してねえのか。見ろ、炎弾だ。すでに陣形が乱されているらしい。シンペ、他の班に口頭伝達を頼めるか。他の班を見つけたらそのまま合流しろ。これを持っていけ。絶対に死ぬなよ。で頑張ってくれ。この辺りは巨人が多い。もっと数を減らしておかないとまずそうだ。私たちは後続の班と合流して移動する。君も気をつけて進め。無茶はするなよ。こんなに巨人が出てくるなんてな、座学で聞いてた話と違うんじゃねえ。お前、なんでここに。まあいい、手を貸してくれ。助かったぜ。しかし陣形の中でこの状況は異常だろう。もっと周囲の情報が欲しいところだが。おい、炎弾が上がったぞ。あっちにはアルミンの班がいるはずだ。仕留める。じゃん、よし、炎弾の方へ行ってみるぞ。火星が必要かもしれん。ライナー頼むよ。すでに陣形が乱れちまってるようだな。してんのか。まずいな。ライナー、よろしくね。あ、任された。
悪いな、シンペ。しかし巨人が多すぎるぜ。もっと討伐しといた方が良さそうだな。俺たちは後続の班に合流する。お前も無茶すんじゃねえぞ。巨人がいるんだよ。飛行士か。いや違うんだ。あいつは巨人の体をまとった人間、エレンと同じことができる人間だ。苦戦してんのか。まずいな。このままあの異血した巨人が人間だと、どういうことだ。あいつは人を殺すために殺す。風だけど他の巨人とは本質が違うんだ。超大型巨人や鎧の巨人が現れた時、大勢の巨人を引き連れてきたのもきっとあいつだ。あいつの目的は一貫して人類への攻撃。誰かを探してるのかも。もしかしてエレン。エレンだ。だがエレンならあいつが来た右翼側にいるはずだろう。僕の企画紙には右翼前方と書かれていたけど、そんな前線に置かれるわけはない。あ、じゃあエレンはどこにいるってんだ。後方あたりかな。そんな複雑な話、口頭伝達じゃねえと無理だ。それより俺たちで奴を足止めした方がいい。班が潰されれば陣形は崩壊して全滅だ。俺たちで奴の気を引いて時間を稼ぐしかねえ。覚悟して。すぐ助けねえと。間に合ってくれ。少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。
急がねえと壊滅しちまうぞ。少しでも長く時間を稼ぐぞ。ただし無理はするなよ。あいつには本当に知性がある。みんな気をつけて。刃をぶち込まれていか。みんなお願い。神の群れが、やっぱりこいつが呼んだのだ。やった、奴の動きが鈍くなったぞ。戻ってきたのはあいつの馬だけか。だが一頭でも持つ。無事でよかった。あなたが心配で追いかけてきたの。リヴァイ班を探しているんでしょ。一人じゃ危険だよ。
私も手伝う。中央の後方あたりにリヴァイ班がいるってアルミンは言ってたんだよね。作戦企画室の情報とは違うけど、私たちは信じて探してみよう。の接近を許すとは。苦戦してるみたい。私たちも手伝おう。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班がどこにいるか知りませんか。リヴァイ班こんなところにいるわけがない。作戦企画士の配置と違うだろう。この人の班は見てないみたいだね。近くの班を回ってみよう。この辺りには複数の班が展開しているはず。順に回って情報を集めてみようよ。急いで加勢しよう。リヴァイ班を探してるんです。見かけませんでしたか。リヴァイ班は全然違う配置じゃない。こんなところにいるはずないわよ。この人も見てないみたいだね。とにかく残りの班の人にも聞いてみよう。あの色は助けに行かなきゃ。お前らいいところに。巨人が邪魔して拠点が設営できないんだ。手伝ってくれ。助かったぜ。おかげで拠点はできたが、なんでこんなところに拠点が必要なんだ。巨人めこれ以上は行かせんぞ。また戦ってるよ。助けに行こう。リヴァイ班の現在位置は分かりませんか。急いで知らせたいことがあるんです。作戦企画書を読んでいないのか、新兵。リヴァイ班の配置は全く違う場所だ。どうしよう。でもあと一班いるはず。聞くだけ聞いてみよう。大丈夫なの？あの色は。助けに行かなきゃ。拠点を作るよ。
ぜこんなに巨人が現れるんだ。いたよ、急いで助けよう。あれ、うっ、はっち、はっ、はっ、はっ、知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。リヴァイ班を見ませんでしたか？確証はないが隊列を見た気がする。おかしいな、こんな位置にいるはずないのに。この辺りの班が近いのかも。あとは私たちで何とか見つけよう。見て、縁談だよ。あっちに誰かいるんだ、行ってみよう。あの人、リヴァイ班の人じゃないかな。行くよ。離れたところを襲われちゃって。知性のある巨人がエレンを狙ってるんです。早く兵長とエレンに伝えないと。知性のある巨人、分かった、案内する。あなたは私の伝令任務を代わってくれる？分かりました、あとは頼みます。あの赤い円弾が見える。兵長たちは今あっちの方向にいるはずだよ。急ごう。あ、ベトラさん、はあ、はあ、気にしないでいいから。すみません。食い止めろって命令なんです。お二人も手伝ってくれませんか？巨人が現れてエレンを探しているようです。俺たちはこのまま移動を続ける。お前たちもエレンの護衛に加われ。みんなは無事なのか？一体何がどうなってるんだ？おい、余計なことは考えなくていい。黙って移動に集中しろ。Yeah!
女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大種の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。この森の中じゃ事前に回避しようがない。兵長、立体軌道に移りましょう。リヴァイ兵長、指示をください。この班の使命はそこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。命の限り俺を監視するためなんじゃ。俺たちはこのまま馬で駆ける。いいな。駆けるって一体どこまで。それに奴がもうすぐそこまで。なぜリヴァイ班がやらなくて誰があいつを止められるんですか。エル、前を向いて走りなさい。戦いから目を背けろと。なんで俺は人の力にばっかり頼ってんだ。